日常運動の食うたにようこそ。さて本日の運搬こちら、ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートコレクションの厚切りポテトチップス4種類とプレーンビスケットを食べたいと思います。あ、厚切りというだけあってな、お袋も大きいですね。はい、うま塩、濃厚サワークリームオニオン、バター醤油、ちょっと見えにくいですけど、のり塩、まあ、このプレーンビスケットはちょっと異色ですが、では、シンプルな、うま塩からいってみましょうか。わば、ギザギザで分厚めですね。以前食べた通常版と比べると、では、どんな味なのか、いただきます。分厚いとやっぱりザクザクとして食べ応えありますね。そしてその分旨味もしっかり感じられて美味しい。こういうの本当にもっと食べたいって思えます。チャンネル登録よろしくお願いします。塩気のあるポテトチップスの後に甘いビスケットって最高ですね。ちょっと味も変えてみようかな。これも他の味食べたい。最初に食べたこちらのうま塩味、これは本当に分厚くて歯ごたえのあるポテトチップスといった印象でした。やっぱり塩味なのでシンプルで、良くも悪くもそれ以外に特徴がないというか、そんな感じでしたね。ただ量は多いのでたくさん食べたい方にはおすすめだと思います。でこちらの濃厚サワークリームオニオン味、これはどっちかというとサワークリームの酸味がマヨネーズのような味わいを出していましたね。ただ玉ねぎはそんなに強くなかったです。なので酸味のポテトチップスが好きな方にはおすすめですね。で続きましてはバター醤油味、これはバターの香りがかなり濃厚で、一口目を噛んだ瞬間、いやもう袋を開けた瞬間から香りがしてきました。ちょっとお醤油は行方不明になっている感はありますが、バターの香りがそれを補ってあまりある凄さがあるので、自分はこれが一番今回の中でお気に入りですね。もう先に言っちゃいましたけど、バターを楽しみたい方にはぜひおすすめしたいポテトチップス代表のここに置いておいて、でこの海苔塩味、この海苔も結構風味が出ていて、口の中に入れた瞬間に青っぽいっていうと言い方悪いですけど、磯の香りが口の中に広がってきて美味しかったです。薄塩よりももうちょっと味が欲しいなっていう方はこちらおすすめですね。で、まあ、ちょっと概念が最後に食べたプレーンビスケット、これはもうシンプルにサクサクと食べ進められる美味しいビスケットでした。甘めなんですけど、まあ、こう直前までポテチを食べてたというのもあるのかもしれませんが、そんなに癖はなくて食べやすかったです。結構量もありますので、皆さんで分け合うのもいいかもしれませんね。それでは、まあ、プレーンビスケットはビスケットなので個別に言うとして、プレーンビスケットはこちらの点数に、そしてポテトチップス代表のバター醤油味はこちらの点数とさせていただきます。サクサクお菓子美味しかったです。それでひまわりをロックンロール踊るかな、太陽が激しく動いているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。